オフリド、オフリド、オフリド、マケドニア語は、マケドニア共和国西部にある都市、バルカン半島の大港オフリド湖のほとりにある。かつては、市内に365もの教会があり、マケドニアのエルサレムと呼ばれた時代があった。10世紀末から11世紀にかけて、ブルガリア帝国の首都であった。このため大主教座が置かれ、 現在でもマケドニア正教会の大主教座が置かれてる。1979年から1980年にかけてオフリドとオフリド湖は共にオフリド地域の自然、文化遺産の名でユネスコの世界遺産リストに登録された。マケドニア語とその他の南スラブ語での氏名はオフリドというアルバニア語での氏名はオハル、不定名詞またはオフリ、定名詞である。 歴史的な名前としては、ディアッサリテス、ダイアサイズ、ラテン語のリクニドス、リックナイデス、またはギリシャ語名リクニドス、リックニードウス、オクリダ、オカーリーダ、または、ト、アクリダ・アクライダ、後者二つが未だ現在の関与となっている。現代のオフリド氏は、古代都市リュクニドス、リックニードウスの後営である。これは、数件の東ローマ時代の文献、町は、 リクニドスの大古近くの高い丘の上にあり、その前はリアッサリテスと呼ばれていた街は、湖にちなみ、リクニス、リクニスといった、と書かれていたことで立証されている。古代の街リクニドスの存在は、ギリシャ神話のフェニキア人カドモスと繋がる。彼は、定売の建国者であり、晩年にエンケレース人の国へ逃れて、オフリドコのほとりに、リクニ、ドスの街を建設しという、 古代に、ラクスリクニティス、ラカスリトシュナイタスという名であった。オフリドコは、遠い古代に、青く極めて透明な水をた,たえていたことから、そのギリシャ語の名前がついた。中世には時に、その古代の名前で呼ばれていたほどだった。町は古代ローマ道、ビア・エグナティア、沿いにあり、アドリア海の港でラキオン、現在のドゥラスと共にビザンティウムとがっていた。おそらく、 第一次ブルガリア帝国皇帝、サムイルの要塞が立つ前に、町の丘の上に要塞があったとされる。考古学上の遺跡、5世紀からあるポリコンホース聖堂などが、この地域にあった初期キリスト教への順応を証明する。リクニドスから来た司教が、多数のエキュメニズム会議に加わった。ブルガリア人が、リクニドス氏を867年に征服した。オフリドという名前が、 初めて現れるのは879年である。990年から1015年の間、オフリドは第一次ブルガリア帝国の首都であり、要塞であった。990年から1018年の間、オフリドはブルガリア総主教座が置かれていた。1018年に東ローマ帝国がオフリドを占領した後、ブルガリアの総主教座はオフリド大主教座へ格下げされ、 コンスタンディヌーポリ総主教庁の権威の下に置かれた。1018年以降、よりくらいの高い聖職者は、ほとんどが、いつも決まって、ギリシャ人であった。オスマン帝国支配時代もそれは変わらず、1767年に、総主教座が廃止されるまで、ギリシャ人高位聖職者時代がいた。16世紀初頭、オフリド総主教座はソフィア、ビディン、ワラキア、 モルダビアの主教管区、かつてのペイチ層主教座の一部を会に持つ頂点に達していた。イタリアにおける聖教会管轄区域、アプリア、カラブリア、シチリア、ベネツィア、ダルマチアでストラハイカに置いていたのである。監督主教都市として、オフリドは重要な文化中心地だった。市内にある現存する、ほぼすべての教会は、東ローマ時代と、 ブルガリア帝国時代に建てられたもので、残りは中世後期に短期間セルビア支配を受けた時代に建てられたものである。オフリドはキリル文字の誕生したチラシーということが信じられている。オフリドの聖クリメントがおそらく考案し、聖キュリロスと聖メトディオスの兄弟がグラゴール文字を交代で考案したもを、クリメントがさらに確信させたのだとする。 アンティオキアコーボエモン一世と彼の率いるノルマン軍は1083年にオフリドを掌握した。13世紀と14世紀、オフリドはエピロス先制公国、ブルガリア、東ローマ帝国、セルビア帝国と支配者が次々と変わった。14世紀終わり頃、オフリドはオスマン帝国に占領され、1912年まで支配された。キリスト教徒人口は、 トルコ支配最初の1世紀で衰えてしまった。1664年、市内にはキリスト教徒の家がわずか142軒しかなかった。この状況は18世紀に入って改善された。オフリドが主要通商路上の重要な貿易中心地として出てきたのである。18世紀終わり頃、およそ5000人の住民がいた。18世紀終わり頃と19世紀初頭に向かい、 オフリド地方はトルコ占領下の他ヨーロッパ諸国のように社会的不安の温床であった。マフムド・パシャブ・シャトリア、マムド・パシャブ・シュティラヤと、ジェラディン・ベグ、ジェイラディン・ベグのような仲間独立した封建領主らがオフリドを管理下に置き、中央政府に公然と反抗して税支払いを拒否したり、自身の紙兵にあてがう金として税金を取り立てた。19世紀終わり頃、 オフリドには2409軒の家があり、11900人の人口があった。人口のうち45%はムスリムで、残りはほとんどが東方正教会信徒であった。1912年以前、オフリド、トルコ名オフリ、オーリはモナスティル県にある、モナスティル、現在のビトラの三尺、県を抑制するチョークの中心であった。最初に、 名前が知られた主教は、ゾシムス四百三十三年頃である。六世紀には、地震で破壊されたが、プロコピオス著、ヒストリアアルカナより、オフリド近隣で生まれたという東ローマ皇帝、ユスイニアヌス一世によって再建された。ユスティニアヌスによって、町は、ユスティニアナプリマと呼ばれたという、彼が建てた新しい都市のうち最も重要な都市として。しかし歴史家デュシェヌは、 別のイルリアの開拓された町がこのユスティニアナ、プリマだと主張する、レイ・イグライザス・セパース、パリ、1856年240。新たな都市が県とかイルリア地域県の都となり、政治の便宜上で、市は、イルリア都市のキリスト教会中心地、または、帝国の南部ドナウ地域、南部ハンガリー、ボスニア、セルビア、トランシルバニア、モルダビア、 ワラキアのキリスト教会中心地にされた。ユスティニアヌス一世は、ローマ教皇アガペトス一世か、シルエリウスからの申し分のな承認を、この処置のためすぐ得ることはできなかった。キリスト教会の権威の侵害に加え、皇帝の行いは、イリュリア地方における教皇の司教座の典型として、テッサロニキの古代の権利に対する損害となった。それにもかかわらず、新たな司教座が要求され、 事実、教会の自主独立特権、または、キリスト教会の独立特権を獲得した。その長く様々に変化させた歴史を保ち続けて、また格闘し続けて、この特性が得られたのである。ユスティニアヌスから圧力を加えられた教皇、ウィギリウスは、世俗領土の後半な管内に含まれる、ユスティニアヌス・プーリマの大主教管区による大主教権の儀式を認めた。しかし、 教皇グレゴリウス一世は、ローマ教皇の主教座に対する他のイリュリア主教だと、同様に、ローマへ従属するようユスティニアヌスを扱ったのだった。7世紀のアバール人とスラブ人の侵入は、この古代の信仰、文明化中心地の後輩をもたらし、2世紀にわたって、不主教の特性は、停止状態になった。しかし、イリュリアにおいて新たに、ブルガリア人の改修が進んだ後、 864年、主教座が再び目立つことになり、この時代に、死はアクリダの名で呼ばれていた。ギリシャ人宣教師らがこの地域で最初に、キリスト教教義を説いて回っていたが、ローマからも大司教が送られた。その頃から、ブルガリア人は、自らの初の公式説明と、キリスト教信条と規律における事柄の勧告等、記述していった。コンスタンディヌーポリ総主教。 在位、858年から867年の書いたリスパンサード・コンスールタ・バルガー・オラムの中に見られる、このブルガー人の業績は中世の教会記録のうち最も影響を及ぼしたものの一つとされる。しかし、ブルガリア王、クニャズ・ボリスはすぐにビザンティンの影響に感化された。第四コンスタンティノポリス公会議が869年に開催された際、 ブルガリアは東ローマ帝国のコンスタンディヌーポリ創始協調と一体化され、870年にラテン人の宣教師らが追放された。それから東ローマ帝国の不主教がオフリドを干渉するようになった。オフリドはブルガリア皇帝、サムイル時代に帝国の首都となった。10世紀には高戦的な支配者の遠征により利を得て、 オフリドは東ローマ帝国に新たに含まれた領土の不主教座となった拡大したマケドニア地方、テッサリア、トラティア。ブルガリアがホテオスの分離、ローマとコンスタンティノープル領協会の対立において9世紀終わり頃からコンスタンティノープル側に着くとオフリドの主教座は西方協会と教皇の影響から脱した。2018年にブルガリア帝国は 東ローマ皇帝バシレオス2世によって崩壊させられ、バシレオス2世はオフリドをより近くコンスタンティノープルに接触できるようにした。ここにオフリドはブルガリアのオフリドフ主教座となった。1053年、オフリドフ主教、レオはラテン教会に対抗して、トラーニのヨハネコンスタンティノープル総主教、ミハイル・キルラリスト同意の上回覧状を送った。 1078年にオフリドフ主教テオフィラクトスは巧妙な中世ビザンティン聖書解釈者の一人であった。彼は自ら書いた文通においてオフリド主教座の伝統的独立性を主張した。コンスタンティノープル総主教はコンスタンティノープルから独立した主教がブルガリアにおいて女性をする権限はい,いと言った。実際オフリドはこの時期に コンスタンティノープルやローマのどちらとも親しく、交わっていた。しかし、ローマの主教座に対してのオフリドの感情は、有効的というには遠く、14世紀に、オフリド主教アンティムスは、父なる神と子から精霊が発出するという説に、反対する、胸の記述を残していることがわかっている。フィリオケ問題参照。こうした中、ラテン人宣教師たちが14世紀から15世紀に、かけ、 オフリドに現れた。その多くがフランシスコ会の聖職者で、彼らはこの地方でのローマ教会支配権の保護を任務としていた。13世紀名の知られた裁判官デメトリオスがオフリド大主教となった。コンスタンティノープル総主教サムイルはオスマン帝国のスルタンムスタファ3世の依頼で1767年に 独立正教会としてのオフリドフ主教座を廃止した。その権威の絶頂において、オフリドフ主教座の権威の下には10の不主教座登録の主教座が数えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。